えー、皆さんは北海道の薄山という火山をご存知でしょうか、えー、近くには東ヤ湖温泉街もありまして、まあ、観光地として大変有名なところになるんですけどもその薄山、えー、2000年の3月31日今から25年前に噴火をしました今回はですねこの薄火山の特徴ですとか、まあ、噴火サイクルから見た次の噴火それがま迫っているのかなどについて見ていきたいというふうに思います まずはその2000年の3月の噴火の様子を捉えた写真があります噴火しましたのは2000年3月31日の13時7分頃のこととなりますご覧の通り のように灰色の雲を上空高くまで吹き上げている様子が捉えられておりますこれは飛行機から撮られた写真ということになるんですけれどもこの噴煙の高さ最大で3500メートルまで上がりましたこの時は住宅地のすぐ近くでこういった火口ができて噴火をしたということもありまして 噴火規模としては、火山噴火としてはかなり小さい部類だったんですけども、建物多数に大きな被害が出たり、あとインフラ道路などの寸断、そういったものも広く出た、影響が大変大きかったという噴火になります。その薄火山、場所をまず見ていきましょう。こちら。これがですね、日本全国111箇所あります、活火山の分布なんですけども、その北海道、こちらです。 こちら、胆振地方ですね。こちらにある火山でして拡大をします、これが国土地理院の地理院地図なんですけどもこ,ここに洞爺湖がありますねで。薄山というのはその南側、この辺り一帯に多数火山がありましてそういったものをひっくるめて薄山、薄火山というような形で表現をしております。薄山の中でも、 有名ですね、昭和新山と呼ばれるものだったりあとは臼新山こちらそして大コ小スといった形で多数の火山があるんですけれども2000年3月の噴火はもう少しこの北西側の一連の火口が噴火をしたといったものでしたこの臼山なんですけれどもいろいろな特徴を持っております じゃあ薄の火山の噴火の特徴がこの三点になります。一つがですね、これも薄山の非常に大きな特徴です。突発的に活動が始まるということころですね。で、この2000年3月の場合もまさにそうでした。で当時の流れ、2000年噴火の経過を見てみます。3月の27日の午後に地震回数が増加し始めます。 そしてその翌日未明ですね。もう体に感じる地震が起き始めます。一日も経っていません。そして29日、さらにその翌日。 緊急火山情報というものが発表されました、えー、現在は噴火警戒レベルといいまして、まあ、1から5に分けられて、まあ、それが気象庁がま発表してくる情報になるんですけども、当時はですね、えー、緊急火山情報と臨時火山情報という、えー、そういった表現を使っておりました。でこの緊急火山情報というのは、まあ、実際に人命などに影響が出るような、まあ、噴火がもう現に起きているような時に発表されるということが、まあ、それまでだったんですけども、このスダンの2000年の噴火に際しては、噴火前 初めて緊急火山情報が発表されたということになりますさらにその翌日には震度5弱そして31日の昼に噴火が始まるこういった大変目まぐるしい変化を取ったというのがこの2000年の特徴でもありましたこの薄火山戻りますけれどもこの突発的に活動が始まる中過去にも何回も薄山というのは噴火しているんですけどもね 大体、この地震活動が始まってから、短い場合は、一番短かった事例はね、32時間で噴火してるんです。これ、各地、全国の火山を見ても非常に短い部類になりますね。で長くても10日、10日以内に噴火をするというような形で、あっという間に、 活活動が活発化すするといいう特徴を持っていますもう一つあるのがこちらなんです。直前に激しい地震活動、地殻変動が起きるというのもこの火山の特徴です。2000年噴火の際も地震活動が非常に活発化しました。最初の体に感じる地震が28日に始まってから噴火するまでの間に実に1000回以上の体に感じる地震が起きたんですね。ものの数日の間に1000回以上地震が起きた。あとは地殻変動ですね。地盤の流域なども 各地で観測されたということで、この、ある意味ですね、予知しやすい火山とも言われるんです。というのは、この薄断、非常に粘り気の強い溶岩を出す特徴を持っておりまして、その粘り気が強い溶岩が、この山の中をですね、こう上がってくるに際して、周辺の岩盤を破壊する。これによって非常に地震活動が激しい。そういった特徴も持っております。2000年の時にもこれが非常に顕著を入れました。 そしてもう一回あるのがその粘り気の強い溶岩を持っているということで溶岩ドームというのを形成するんです。これはです、ね、普通、火山が噴火した際にマグマが流れやすければふもとに向かって流れていくというのがあるんですけども、この薄山は非常に粘り気の強い溶岩を出すので流れていかないんですね火口付近にたまってしまうそれがどんどん,どんどん盛り上がっていく。 長崎県の雲仙普賢岳の、えー、雲仙普賢岳の、まあ、噴火の際にも、えー、よく表現としてありましたけれども、粘り気が強い溶岩を出す場合は、そういった溶岩ドームを形成しまして、新しい山ができることがあります。まあ、この大臼山、先ほどの大臼ですとか小臼、昭和新山というものがありましたけれども、それもいずれも新しく山ができたといった特徴を持っております。で、このま薄山なんですけれども、 ここからはです、ね、過去の噴火から見る次の噴火、噴火サイクルとしてどれぐらいまで来ているのかといったところを見ていきます。で過去の噴火、1600年代から記録に残っております。一番大きかったのが、ね、1663年の噴火なんですね。でこれ、横軸が年代なんですけども、縦軸が溶岩など火山灰などの噴出物、出た量を縦軸にしています。つまりこの赤い棒が 上に長いほど多量の噴出物を出した規模の大きな噴火ということになるんですけれども注目いただきたいのは、ね、この対数表記にします、これが100万立方メートル、1000万立方メートル、1億立方メートル、10億立方メートル、1億立方メートルを超えてくるとかなりの規模の噴火ですね、ましてや10億立方メートルになってくるとそうです、ね、日本付近ですと日本列島ですと、まあ、100年に1回、2回。 あるかないかといったレベルの噴火でして非常に規模の大きな噴火が1600年代に起きていますでその後明確に記録に残るのは1769年ただその間にも噴火したというふうなことが調査の結果分かっていますでその後1800年代に2回1900年代に3回そして2000年代に1回起きているんですけれども2000年が先ほどお話した通り規模はむしろかなり小さい部類だったんですね一方で薄山 1>, 1億立方メートル以上の噴出物を出す事例というのは過去にも何回もあります。18世紀、19世紀、1943から45年の噴火でも1億立方メートルを超える噴出物があったといった形で大変大きな噴火をたびたび引き起こしてきました。もう一個注目はですね、この噴火サイクルなんです。ご覧の通りですね、長い間空いた場合で だ,い,たい,だい,たいまあ50年ちょっとですね、ここが53年開きましたね、ここが31年、ここが57年開いてます、長ければ50年程度、一方で短ければこの78年から2000年までの22年空いて、2000年の噴火が起きた事例があります。 45年から77年に関しても、だいたい30年ちょっとですね。32年ぐらいですかね。32年ぐらい空いたといった形で、短ければもう30年前後で噴火しているんです。そういうことで、2000年の噴火が起きたのは、3月31日、今からちょうど25年前です。つまり、 薄山の噴火サイクルとしては、既に折り返し地点を過ぎている可能性があるということが言えます。まあ、短ければ2、30年で噴火をしておりますから、あれから25年経ったということは、かなり近い将来、次の噴火が起きてもおかしくはないということを示しておりまして、まあ、火山の噴火というのはですね、非常に長いサイクルというのが多いです。長い火山ですと、 数十年では聞かないですね。まあ百年、200年を置いて、まあ噴火するような規模の大きな噴火をするような火山というのもあります。ただこの薄山というのは日本国内の中でも有数の活発な火山となりますので、次の噴火がかなり迫っていると考えてもおかしくはないといったことがあります。まあ火山防災に関しては、そのまあ例えばですね、頻度が非常に少ないということもありまして、なかなかまあね備えといった点では。 事前に行ううとといいいのは難しい面があるかと思います。ただ、万が一起きたときに避難をするですとか、あとはここ観光地です、皆さんもね、観光などで行かれる際、今は全然、全長も何もありませんので不安がられる必要はないんですけれども、火山に登ったり、観光で近くに行かれるようなときというのは、ですね、まあ、ハザードマップなどをま事前に確認をする、まあ、そういったところもま重要になるのではないかというふうに思います。はいえー、ということで、えー、今回は薄山、薄っ 25年前に噴火した薄山についてお伝えしました、えー、ま最新の火山情報などについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます